コルシカ民族解放戦線は2020年現在フランスの領土の一部たるコルシカ島の分離独立を主張する集団である。コルシカ島を主な活動地域としフランス本土での活動は低調である。コンカルタナジューナリスタはしばしば組織の政治部門であると考えられる。 FLNC の典型的な過激な破壊活動としては、公共施設、銀行、観光施設、軍事施設、あるいはその他フランス本土を象徴する者に対する爆弾を用いた襲撃が挙げられるが、その他にも民間人に対する暴行、銀行強盗、いわゆる革命勢の民間企業に対する強要などを引き起こした。襲撃は通常、 建物や島の社会基盤に対して行われるが、たびたび特定の個人をも標的にする。1998年のクロード・エディグナック殺害が、その代表例である。フランス本土における、相乗事件は、そのほとんどが、ニース、マルセイユ、アビニオン、またはその周辺地域で発生したものである。2014年には、武力闘争の中止を発表し、2016年に、 再びその方針を確認した。それにもかかわらず、これまでに多くの小規模なシスマが出現し、依然として活動を続けている。FLNC による落書き。フランス語表記が塗りつぶされている。バスチャ近郊で。FLNC は、コルシカノに大武装組織であった、グジャスティナ・パオリーナとフロンテッパ・エサのコースでイレベロツヨネが合併したことで、設立された。 この組織は、コルシカ議会に議席を持ち、また、地元住民の支持を得た政党 A、カンコルタ・インディペンデンティストの支流である。FLNC の最初の破壊活動は1976年5月4日の夜に行われたもので、21個の爆弾を、コルシカ島内のアジャクシをバスティア、サルテーヌ、ポルトベッキオなどで爆発させた。 この時の標的の大部分は公共施設と不動産業者の事務所であった。翌5日に FLNC は前夜の破壊活動に際してマニフェストをフランス語とコルシカ語で発表し、その存在を正式に明らかにした。マニフェストには次に掲げる6つの要求が主張されていた。ありがとうございます。